その後、ウロボロスのコアな部分をさらに深く進んだアルバム「ドゥムスピーロスペイロ」をリリース。この時期には彼にとって死について深く考えさせられる出来事がありました。まず2011年3月11日に起こった悲劇。今日のみならず誰しもが驚き、本当に日本で起こっている出来事なのかと見ているだけで涙が出てくる惨劇。次に彼と親交が深く、弟のように可愛がっていた存在であるかげろう大輔の死。今日は大輔の死に対して、勝手なやつや、初めてお前を思いっきり殴りたいって思った。いつもお前が何かやらかしても大好きやし、しゃあないわ、笑って許してきたけど、お前どうしたんや、この俺に最後ぐらい連絡しろよバカ。きっとほんまにいろいろつらかったよな、ごめんなごめんな。おとついお前のバンドのことメールで話したとこやのに、いいアルバムできそうって言ってたやろ、早く聞かせろよ。いつもいつもお前は危なっかしいやつや。